チーズ。いやもう別に適当に食べてください。ゆずかなんかこんなんでしょ。これがね、2種類のサラミが。これがステーキ、ステーキ。で、こっちがハンバーガーで、で、このケチャップとか、このなんだろうこれ、これキュウリのやつとかね、これはもう自分でトッピングしました、マヨネーズの。で、これも上にかかってるパプリカとか、あとオニオンとかね、そんなんは全部自分で、はい、トッピングしました。これでまあ、8フラン、5フラン、13フランから、まあ安いかもしれないですね。トッピングなしはちょっと高いかなって感じはしました。じゃあいただきます。はい、じゃあいただきましょうか。はい、じゃあヨーロッパやったらよくあるんですけど、この 0.5 リットルですね、まあ、500ミリリットルまで結構ギリに入れてるって、もうちょっと飲んでしまったんでかなり下がりましたけど、これが結構重要ね。特にスイスは重要なのかな。持って帰りたい感じやけど、まあまあとりあえずなんかつけましょうか。今ね、パンとサラダを持っていただき、なかなか美味しそうなサラダな。スープも、おー、あったかいですね。多分これコンソメスープですね。子供用のシロップですね。ちょっと多めに入れてくれました。フリットと、いや、パパ今いらんわ。で、これが、これ何やろこれ。牛肉や。初めてじゃん、俺スイス来て牛肉食べるの。じゃあいただきます。デザートのチョコアイスクリームです。すごい上手に焼いてるね、これ。鶏肉と、なんだろうね、これ、かぼちゃ？うまそう。これ、フォンデュですね。チーズの中に、このパンの切れ端を入れたやつで、今、ものすごいおっぱいぼよよのお姉ちゃんにいただきました。で、彼は、ワインですね、これね。白ワインですね。こんな感じでくれます。はい。これね、これ、どうなんですか？じゃあ僕もこれいただきます。これはまさに僕がミューレンの夜に作ったやつですね。砂糖落ちるかな。これあ、これでいいよ、これで。ケーキの前にご飯食べる。ではこれいただきます。うまい。持ってみてください。めちゃめちゃ美味しいです。他にもラクレットとか、あとなんだろう、ソーセージとかいろいろあるみたいな。うまそう。うん、あ、ごめん。はい、おいしい。うん、これでもうちょっと距離。ちょ、これでさ、ピザに関しては匂いのが高いよな。そうだね、確かに。だからこれやっぱチーズやな、チーズの値段や。うん、これ 23.5 くらいやろ。うん、あ、めっちゃ辛い、あの、唐辛子食べたら。うん、食べろ、これ。あ、ハーブか。生野菜。うん、ミント、ミント。びっくりするほどめっちゃすごいレストランもないけど、うんうん、あ、平均値が高いや。高い高い。ハズレがないんや。ない。あの、ウェンゲのシーナしかり、うん、アイカーゲストハウスしかり、うん、なんかスイスでその数少ない経験からまずいレストランはなかったもんね。うん、まあ確かにその魚とか頼んだら結構差が出てくるのかもしれんけどさ、大体、うん、私らこういうこうピザとか、うん、なんか、まあ、どこ行ってもうまいもん。大体、うん、チーズが美味しい国やから、チーズかかってるもん頼んだら外れないやろ。これうまい。愛がゲストハウス、皆さんぜひ来てください。マネギも美味しい。ピザの。というわけでチャンネル登録お願いします。